どうもご苦労様でございます。まず今朝の役員連絡会ですが、高村副総裁からは、民主党代表選がこれからあるわけ、だけれども民主党としてもしっかり再建していただきたいと。でもそれでもやはり自民党だと言われるような仕事をしていきましょう、皆さんここいらっしゃったわけですが、そういう趣旨でございました。それから私から発言をいたしましたのはですね、3日間の特別国会の今日で、終わりで、来年の通常国会までは税制や予算編成作業等々、あるいはさらに選挙のお礼と多忙の日が続くと思いますけれども、与党、これだけ議席をいただいた与党として国民中枢の的であるので、与党議員である使命感と責任感を持って脇を締めて、活動していただくようよろしくお願いするというのが私から申し上げた第一点。それから佐賀県の知事選挙、やや保守分裂という状況になっているわけですが、勝利を目指していきたいということ、それからもう一つは、党則79条機関安全保障法制整備推進本部長ですが、今までは中谷さんがしておられましたが、防衛大臣になられまして、東脇則先生にご就任をいただくことになる、よろしくお願いするということを申し上げて、それから、今年の役員連絡会は今日でおしまいだけれども、来年は1月6日、10時から仕事始め、それから役員会、役員連絡会となるので、よろしくお願いするということを、申し上げました。あとは国会日程と、いろいろご報告がございましたが、佐藤国対委員長から選挙制度改革調査会は解散になって新しい国会になったけれども、継続の手続きを議運で、するというご報告が、ありました。それからですね、今度は政府与党連絡会議ですが、総理山口代表のご挨拶はメディアが入っておられたところです。であとは私からですね、与党で絶対安定多数以上の議席を獲得することができたのはご一党のご協力の結果で、これから感謝したい。ただ選挙結果に及ぶことなく、引き続き政府与党協力して謙虚で丁寧な政権運営を進めていきたい。それから年末年始にかけては経済対策や税制改正予算編成の作業があるわけですけれども、選挙の間にいろいろお約束したこと、あるいはその有権者と対話されたことを踏まえて、期待にたがわぬような仕事をしていきたいということを申しました。それから井上幹事長からは、総選挙については自公の選挙協力が非常にうまくいった、統一地方選挙にもしっかり取り組んでいきたい、学校にもしっかり取り組みたい、このようなお話があったところであります。私からは以上でございますが、これで会見をさせていただくのも今年はおそらく最後になるんだろうと思います。大変この1年、皆様にご協力をいただきました。特に9月に幹事長に就任してから皆さんに大変お世話になりましたことを心から御礼申し上げたいと思います。ただまだ予算編成等続きますのでね、続きいろいろご挨拶かけると思いますが、どうぞ良いお年をお迎えになるように心からお祈りをしたいと思っております。いろいろありがとうございました。それでは質問のある方、はい、どうぞ。先ほどお話がありました佐賀県知事選なんですけれども、幹事長以外のどなたかからの発言というのがあるかご紹介いただけますか。茂木さんからも当然もう少し私の発言より詳細といいますか発言が
ございました。まあ、いろんな問題があるけども、勝利を目指して頑張ろうということですね。佐賀県知事選は言われてますが、保守分裂の理由として、その農協改革に対する反発があるのではないかと。まあその辺の議論が若干あるように思います。毎日新聞の影山です。官邸で政府と出られる前に早めに入られて総理と会談されていたと思うんですが、どういうやり方だったんでしょうか。まあ大きく言えばですね、今年1年の総括と言いますか、まあ、特に私が幹事長になって、拝命して以来ですね、まあ、選挙、特に大きな案件としては政府選挙があったわけですが、いろいろその選挙をめぐってまだいろいろまだ分析もこれから具体的に本格的には進めなきゃいけないんですが、まあ、今感じていることと意見交換したということですね。時事通信のものですけれども、はい、昨年総理がですね、靖国を参拝されてからちょうど今年で1年になりますが、先ほどの総理との対談でですね、靖国参拝に関しての何か発言はあったんでしょうか。いや、特にそういうお話はしておりません。すみません、読売新聞の浜田。会長、24日の、主犯指名の後にプラサガンで統一地方選についてこれに勝って初めて完成するんだというような発言があったと思うんですけど、このあたりをもう少し詳しく触れていただいて、改めて統一地方選の意味を。はい、もちろん国政を考えますと、もちろん国会でしっかり安定的な基礎をいただかなきゃいけないわけですが、この間の主犯指名も我々は政権に戻った時の主犯指名はいわゆるねじれがまだ残っておりましたのでね、多少 手続き時間がかかったわけですが、今回すっきり言ったのは国会の中では衆参ともに安定した過半数をいただくこと、これは非常にありがたいことです。ただ国政は結局国会だけで国全体を動かしていくことはできませんので、やっぱり地方選挙、それから地方議会、それぞれの自治体というものもしっかり何て言うんでしょうか、一緒になって活動しなきゃいけない。そういう意味では統一地方選挙というものでしっかり価値を占めてですね、初めて衆参と地方議会と三位一体というと、表現が適切かどうか分かりませんが、安定した国政政治運営が進めていかれる。いうことだと思います。でこれはどこの党にとっても多くそういうことだ、多から少なかれそういうことだろうと思いますが、私はやっぱり、保守主義というのはですね、国会でその優秀な人材を抱えて、国会でその極めてその活発な論戦をできるだけではですね、保守政党としては十分ではないんじゃないかという気持ちを私は持っております。国会議員もそうですが、地方議員も合わせて、地方にやはりどれだけ、根を生やし根を下ろしていくか、そして地方の声をどれだけきちっと吸い上げるといいますかね、汲み取ってこられるかというのは保守主義にとって極めて大きな要素だというふうに思っておりますので、統一地方選挙、そういう観点からも重視していきたいと思っております。はい、テレビ朝日知事です。先ほども少しお話していましたけど、野党大統領、民主党がですね、代表選を迎えるというところで岡田さんですとか、いろんな名前も出てきてますけど、対する野党第1党にですね、どういうその代表選を望むか、それからどういうことをやったと思いますか。これはどういう代表選を望むかといいましても、それはまず民主党がお決めになることですから、対立党からあまり差し出がましいことを申し上げるのは控えなきゃいけないと思います。ただ民主党も
政権を担う経験を積まれて、やはり政権を担う経験というのは決してその党だけのものではないですね。私どもも長い間政権を担わせていただきました。そして政権を担う、ノウハウとかですね、スキルというのも担わないとなかなかできないものです。それでやっぱり政権を担ったスキル、ノウハウ、こういうものは決してその党だけのものではなくて、その国の政治あるいは国民全体にとって非常に意味深いものだと私は思っておりますのでね、そういう政権運営の経験を積まれた民主党がどういうふうに統制を立て直してこられるのか、立て直すというと大変失礼な言い方ですけれども、どういうふうに立て直してこられるかというのは、これは一国の民主政にとって極めて重要な問題だと私は思っておりますので、非常に関心を持って向こうの選挙戦も見てまいりたいと思っております。はい、幹事長に就任されてから3ヶ月経ちました。総理と幹事長、これまでも節目節目で面会されて、幹事長様々な役割を果たしておられたと思うんですけれども、この3ヶ月の総理と幹事長のご関係で財務理論を総理が財務理論を幹事長話されていますけれども、その関係性、3ヶ月の総括と来年以降安保法制で本格化します。で、野党側も国会でまず審議をしてほしいということを求めていますけれども、幹事長は総理に対してどのようなことを求められるか、関係性どのようなことを、楕円の理論というと、えらく堅苦しいわけですけれども、やっぱり、なんていうんでしょうか、政党もですね、自民党もなんていうか、昔に比べて多様性がなくなったとかいうご批判もありますけれども、やっぱり人は、おのずから一人一つ、一人一人個性も。あります。ですから、そういう意味ではそれぞれがやはり言いたいことを言う関係というのは必要だと思いますね。ただ最後まとまらなきゃ烏合の衆だということになってしまいますので、そういう意味で総理と幹事長がやっぱり人間四角四面に理論を言い合うわけでもないけれども、いろいろ話してると相手の考え方とか感じて伝わりますよね。じゃあそういう会を重ねていくことが大事ではないかと思います。それで来年は安保国会ということにおそらくなるんだと思いますね。今法案も準備をされていっていると思いますが、これは総理もたびたび言っておられますが、丁寧な説明をしていかなきゃならない、私当然のことだろうと思います。特に一国の安全保障というのは国民が全く理解をしてない、こういうんじゃダメだよねと多くの国民が思っていたら、やっぱりうまくいかないもんだと思います。多くの人がなるほど日本の安全保障はこういう方向でいいんだと思ってこそ効果が出てくる。したがって当然のことながら国会でしっかり議論していくということを避けて通るのは愚策だと思いますね。はい、岸野さんが言った、沖縄のですね、予算の関係なんですけども、この振興予算、来年度削減するというふうに言われて、今日午前中の官房長官の関係でも、削減方向で踏み を果たされる可能性をしてまして、背景には知事選、あとは衆院選の総選挙での自民党全敗というのがあると思うんですが、そのあたり来年度の予算、沖縄予算について感じようと思います。これは何て言うのか、今まで相当いろんな配慮があったことも事実ですから、全体やはり今 の予算の立て方から言いますとね、なかなかその厳しいところがあるものは私事実だろうと思います。多分そういうことを踏まえて官房長官のご発言があるんだと思います。要するに全体のやはり財政事情ということも勘案しなきゃならんということでしょう。ただ一つ一つ全体的にどうだという話ではこれはありませんので、一つ一つきちっと丁寧に見ていくということに尽きるんじゃないでしょうか。辺野古のですね、
テーマの人への移転について、政府と知事の考え方が違うというのも背景にあると思うんですが、その点との関係は。いや、これはそれが背景にあるということではなくて、今申し上げたようにですよ、一つ一つそれが必要なものなのかどうかチェックするのは当たり前のことなんで、バッとこれでどうだってドーンと積み上げるというような話ではおよそもともとないわけですから、一つ一つ沖縄に必要なものなのかどうか、という判断をしていくということじゃないでしょうかね。はい、来年度の予算案についてお聞きしたいんですが、編成が今回は1年ぶりになると思います。成立はやはりあくまで年度内の成立を関係としては目指すのか、残党がやはり必要になってくると考えられるのか、この見通しを、来年度いつ招集してですね、どうになるかまだ完全に固めきったわけではありませんので、今、あまり先のことを、しっかり申し上げられる準備はないんですが、しかし当然のことながら予算というのは年度内成立を目指すというのはこれは大原則だと思います。こういう選挙の関係で若干おせおせになっていることは事実ですので、相当な努力をしなきゃいけないと思いますが、目標はやはり年度内成立ということだと思いますね。本予算の前に大型ともいえる補正が控えて、現実問題のスケジュールとしては厳しいものもあると思うんですが、その点はいかがでしょうか。まあこれは相当な努力が必要だと思いますね。おっしゃるようにこののんべんだらりってやったらこれはとてもそうはいかないで、きちっとしたタイムスケジュールを立て、野党ともよく話をしながら、そしてまた審議に臨む閣僚等々にも緊張感を持ってやっていただくというそのことがまず大前提ですよね。あ、聞いてしまいますけれども、はい、来年度 その課題ということで、先ほどその統一地方選、あと安保法制というのもありましたけれども、自民党の総裁選というのも書いておりますが、何でしょう、総裁選に対する思いというのは。まあ、あんまり先のことばっかり考えてても前のめりになりすぎますからね。まずは予算編成ということじゃないでしょうか。で、年度内に予算を仕上げるように頑張る。まあ、全て総裁選とかそういうものも、そういう着実な何て言うんでしょうか、歩みがあって、の総裁選とないと総裁選って全然違いますよね。まずそういう一歩一歩物事を進めていくことが必要だと思います。日本テレビ山口さん、先週の、役員連絡会でですね、二階総務会長からですね、所属議員の入党について、話があり、で幹事長から慎重に検討していかなければいけないという発言があったと思うんですが、関連してですね、二階総務会長が選挙前ですか、自民党の公認候補の対抗馬のところにですね、応援に行かれたということだと思いますが、このことについては、総務会長も選挙戦の最中に入っておられるわけではありません。また、この問題はやはり複雑なところがありましてね、つまり今、制度は小選挙区なんですが、一つはやはり郵政選挙のリターンを発した、ねじれている状況というのは今だいぶ収まってきました。しかしかつては私の京都でもそういう問題がありまして、その裁きはやはり難しいところがあるというのが一つありますね。それにそれ一つ一つやはりその裁きが難しくなっている理由はそれぞれ個別ですので、いつまでもそのこじれてもほっといていいというわけじゃないと私も思います。だけど丁寧にやらなきゃいけないということじゃないでしょうか。はい、武家さんですね。先ほどこれまでの話ちょっと変わるんですが、この1年間振り返って感情としてですね、法務大臣にやられていた年から来て、途中幹事長にしようと1年間振り返って感情総括としてはどういう1年だったか。どういう1年というほどまだきちっと自分で総括が
できているわけではありませんが、やっぱり何て言うんですかね、我々が3年3ヶ月の野党で、いろいろ、まあ、古めかしい表現で言えば餓死に昇誕ということであったわけですが、で政権に戻ることができて、この1年間というのはその1年間の政権に戻ったことがを得た上での 1年間だったわけですね。だからある意味で政権に戻って、あれあれ自分たちが政権についていない間にこんな風になったのかと思うようなことが最初の1年間は多かったし、あるいは大変前政権にきつい言い方をすれば、こんなことも処理できてなかったのかということもたくさんある1年間だったと思うんです。それで、まあ、そういうのをある程度乗り越えてですね、2年目になって、やっぱりしっかり物事が処理できていかなきゃいけないねと、ある程度その1年間の 前政権のいわば残した課題をある程度仕上げて、我が政権として何をやっていくのかということの模索努力、そういう努力の一環、努力と言ってはいけませんが、そういうその中の一環として選挙も、大きな一環として選挙が、まあそういう、ですから総括、あえて総括を試みれば、政権に戻って1年の、要するにウォーミングアップと言っちゃえばいいかどうか分かりませんが、1年間ウォーミングアップをして、いろんな問題を自分たちなりのスタイルで、処理をしていくことが始まって1年間ということじゃないでしょうか、ね。はい、東京市民の島田さんですけども、日中の与党交流協議会に関してですね、現在その調整状況をどうなってくださったかというと、安倍政権の7日中間、中国参事とですね、関係大臣の名前が進んでないというふうに思われていますけども、その中でその与党外交が果たして始まるというふうに思われるんでしょうか。まあ私、皆さんがご関心をお持ちになるのも当然といえば当然なのかもしれませんが、ことこの話になると、ちょっと一言言うと、私が考えている以上にわーっと皆さんの筆が流れるように文章をお書きになるんですね、極めて抑制的にものを言う必要があるんじゃないかなと思ってます。で、まあもう一回今まであった与党間交流をもう一回始めようという意味では、日中あるいは自公の間でも基本的に考え方は一致しておりますのでね。それから、特に去年の段階ですと、皆さんのご関心は、首脳会談もなかなかできないからどうなるんだろうというじりじり感があったと思います。で、一応総理と習近平さんの会談が今年はできたわけですから、まあそれを踏まえて幅広い意見交換をしていくということは当然必要だと思いますのでね、ちょっとそういうのはまだ明確に決まったわけではないですが、できるだけ早い段階で日程ができればいいなという、まあそういう段階ですね。はい、それも総理との会談について総括をしたというお話だったんですけれども、総理からはどのような総括だったのか、あるいはこのままにかけてどのような総理からなってしまったんでしょうか。まあ総括というか感想というかですね、総理がこうおっしゃったか、ああおっしゃったということはあんまり言う立場ではありませんけれども、まあやはり一種のですね、この結果は非常に満足すべき結果ではあったんですが、やっぱり最後ちょっと緩みとか揺り戻しがあったなということは総理もお感じになっているようですね。私も若干そういう感覚は持っております。それからこれは私がかねがね言っておりますことですが、今まで の選挙では新人のぶどまり率は極めて
悪いのがこのところの状態であったと。数字を上げれば郵政選挙の時は 10% 強2回目、それから小沢さん、民主党が政権を捉えたあの時の新人はこの2年前の選挙では 6.7% だったと思います。それがほぼ9割近くまでいったというのは、まあ、異例の成果が収められたわけですね。ただこの異例の成果を収めたのが状態だと思ってしまうとやっぱりいけないわけで、いくつかやっぱり問題点は我が党にはあるんだと思います。つまり人口ピラミッドっていうのは国民の人口ピラミッドもそうですが、やっぱりできるだけその座りのいい形で、あった方がですね、組織というものは健全な姿を持ちると思いますが、今度見ますと2年生はたくさんいるけれども1年生は極めて少数になっている。その1年生のほとんどは、純粋比例代表で当選した方の数が多いわけですね。そういうものは一体我が党の将来にどういう影響を与えていくのかとか、そういったことが若い議員をに、まあ、いわば教育といいますかね、そのいろいろ今後政治生活を順調に歩んでいくためにどういうことをその何て言うんですかでしょうか、先輩として伝えて、問題点を克服していくようになって育ってもらうかと、まあいうようなようなことをいろいろ意見を交換したということです。はい、振り返り系の質問ばかりで恐縮なんですが、はい、本日でですね、安倍政権政権交代してからちょうど2年になります。この間安倍政権として経済政策を非常にデフレ脱却を目指していろいろ良い数字も出てきていたと思うんですが、一方でその安保法制に関することであったり特定秘密保護法であったり国民の間でも世論が割れるような話を強引に進めてきたという印象もあります。法務大臣、それから幹事長として国内でもその党でも要職に就かれていて、この2年間 の安倍政権全体の歩みを見たときに、もし何かご感想があったら、先ほど私がこの1年間何だったのかと申し上げたのは、まさに安倍政権全体ですね、あるいは与党としての自民党にとっても、まあ、最初の1年間は、前の政権 の、プラスマイナス遺産があったと思いますが、どう整理していくかということであり、この1年間はむしろ自民党としてどういうふうにさらに進めていくかということであったと思うんですね。で、まあ安保政策は非常にその国民の間で議論が分かれる、特定秘密法案もそうだという議論が一方でございますけれども、一方でやはり自民党としての安全保障政策なりですね、そういうものの継続を引きずっている面も非常にあるんだと思います。私金がね申し上げてるんですが、やっぱり国際社会に出ますと、いろいろ国際的な問題の解決に日本は非常に平和的な手法で、しかもルールというものをきちっと国際的なルールというものを踏まえて問題解決を提示してくるという点に関しては極めて高い評価が日本にはあるんだろうと思います。ですからしばしばある国が非常に経済力をつけ、あるいは国力を増進してくるときに周りの国とのいろいろな圧力というものが戦争の原因になるという指摘が過去にもしばしばされました。日本もかつてそういう苦い経験を持った、と言えるでしょうが、少なくとも1945年昭和20年以降の日本の歩みというのはですね、そういう極めて急速に国力をつけていったという点ではですね、国際的にもあまり例のない成功を遂げたわけですが、その中でいかに周辺諸国とのあるいは圧力を回避するかという先人の努力はやっぱり我々の日本政治史にとって極めて貴重な遺産だろうと思います。そういう中で最初はやはり戦争に負けた国が経済の力でもって自己主張していくという色彩をかなり強く持ちながら周辺との圧力を
避けてきたわけですけれども、ある程度その国の方が大きくなってくると、その地域の安全とか秩序の維持というようなことにも当然関心を払ってくれという声は、日本もそういうことをしなきゃならんと思ったわけですけど、国際社会の中にも相当そういうのが出てきているわけで、今度のいわゆる集団的自衛権の見直しというのも、集団的自衛権が何でも行使できるということを言ってるわけでは決してなくて、従前の憲法9条解釈とは確かに違う面が あることはあるんですが、その今まで9条 その個別的自衛権の行使、個別的自衛権なら無制限に使えるなという解釈は取ってないわけですね。そういう意味では従前の憲法9条解釈と極めて整合性があるわけで、そういうその抑制された日本の安全保障のですね、努力という流れは基本的に私は変わっているものではないと思います。私がこういうご説明をするとなるほど分かったと言ってくださる方もかなり多いんですね。もちろん反発される方もあります。私はこういう保守主義者ですから、こういう戦後日本の、そして自由民主党の外交や安全保障の努力の基本を維持していく、そういう伝統を踏まえていく、安倍さんもその姿勢にはお変わりはないだろうと私は思っています。はい、衆院選の本格的な分析はこれからだというふうにおっしゃったんですけれども、今回の衆院選では農政に関しては逆風だったというご指摘が閣内ですとか党内にあるんですけれども、選挙期間中に全国を回られた中でどうお感じになったかというと、農政に対しては、まあ農政に対してはですね、逆風だった理由はいくつかあると思います。要するに私は根本的な原因はですね、やっぱり民主党の個別所得保障という考え方にあったと思います。当時から我々は民主党のその考え方には批判的で、やはり本当の担い手を中心に考えて、担い手がその産業としての農業をいかにきちっと生える存在に強く育っていくか、それからもちろん農業っていうのは単に産業として強いというだけでなし、いわゆる多面的機能っていうのがありますから、その2本立てでいかなければいけないというのはいろいろ自民党議論してきたわけですが、その自民党が民主党政権が取る前の最大公約数として自民党の到達したと考え方は、その産業としての担い手を中心に産業としての強い農業を考える、そして同時に農の多面的な機能、中山間的地域をどうするかというようなことを考えていかないといけないということでしたけど、いわばそれに対してその本当に担い手を育てるという考え方からかなり真っ向から対立する考え方を民主党が出してこられたわけですが、私はあまり農政詳しくありませんので言ってることが妥当かどうか分かりませんが、知ったかぶりしていないかと思っておりますが、かなりそのばらまきであって、それでじゃあ民主党がその民主党政権の間にですね、じゃあその個別所得保障をきちっと法案にするかというと、できなかったわけです。それは彼らも現実にやってみればこれは難しい、こういうばらまきはなかなかできないと心の中では思ってたからでしょう。ですから野党になって急にそういうのを出してきている、こういう、しかし現実に個別所得保障で何か出てくれば、それは ありがたいと思う方はたくさんいらっしゃって、基本にそういうのがあるのではないかと私は思っています。もちろんそうです。ただそれはですね、今申し上げたようなこの産業として担い手を中心にその農業の産業としての力をつけていくっていう側面から考えるとですね、今議論中ですからあんまり官庁から飛び越えて言うのはいけませんが、例えばそのいわゆる構造改革事業というかの、そういうものに対してばらまきだという批判もかつてはありました。しかし水田のフル活用というようなことを考えたときに、今まで水田を作っていたと、しかしこれは飼料米に持っていくかとかいろんな議論をしているわけですね。
そうするといろいろな分析した結果、その水田で例えば水田を作ることもあるかもしれないけど、いろいろ考えると今度は例えばニンニクの生産に変えようとかですね、そうすると水はけをどうするかとかいろんな問題が当然あると思います。そういうふうに従来の水田をやっぱり一番適したものに使えるような構造改善事業というのは、要するに産業として自立していくということを考えると、ね、そういうようなことを どれぐらいの恵まれているのか、そういうものは当然議論していかなきゃいけないと思います。それからまあこれは慣らし対策とかいろんなことを言われてますが、いろいろそれは工夫しなきゃならないことはたくさんあるんでしょうね。まあ、そういう議論はやっぱり選挙を踏まえて有権者と対話してきたわけですので、そういうのを踏まえた議論を今やっていただいていると思います。よろしいですか。じゃあ以上で感謝の会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ちょっと多面すぎた